カレーでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。包みに包まれた謎のお魚っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。緑の包みに包まれた謎のお魚っていうことでね、さあ来ました、この緑の包みシリーズ。皆さんこれ何が入ってると思いますか？ちなみにですね、これ1尾2万2000円しました。2万2000円するってことは、めちゃくちゃ高級魚。例えば白アマダイとか、はたまたノドグロとか、キンキとか、値段だけ聞くと、そういう魚をイメージされる方多いと思うんですけど、これ、大衆魚です。大衆魚っていうのは一般的にスーパーとか、そういうところでも売られてるお魚ってことですね。というわけで、気になりますね。ちょっと開けていきましょうか。で、ちょっと今日指怪我しちゃったんで、手袋をつけます。すいません。さあ、じゃあ開けていきますね。じゃん！こちら、マアジでございます。皆さんも一度は食べたことありますよね。これが、1尾2万2000円なんですって。ほら、すげえ。これお腹はもう抜いてくれてあるんですけど、この体高、この厚み、すごくないですか？これしかも天然物です。僕の仲良くさせてもらってるお魚屋さんがいるんですけど、その方がね、めっちゃいいマアジ入りましたって言って動画が送られてきて、もうその動画に映るこのマアジ、腹抜かれてない状態のこの子たちですね。それがね、もう素晴らしかったんで、思わず買ってしまいました。勉強の意味も込めて、プライベートで食べようと思ったんですけど、あんまりにも物がいいんで、これは皆さんに見てほしいということで、動画にしました。あんまりね、こういう大衆魚の値段が高いやつをね、もっと動画にすると、結構ね、成金かよみたいなこと言われるんですけど、もうこれはね、マアジの中で言うと、もうほんとトップクラスですね。ちょっとお腹が抜かれてるのがね、残念だなと思うんですけど、内臓脂肪もすごかったと思います。さて、そしたら今日はこちらのマアジを使って、マアジのお寿司を作っていきたいと思います。アジの寿司はまあうまいですよね。よし、やっていきましょう。ではこちら軽く鱗を取っていきます。結構ね、こう鱗がついてるんですよね。銀キラのところも一見何もなさそうに見えるんですけど、書いてみるとこんだけたくさん鱗ついてます。なんでマアジは塩焼きにするときも、こうやって鱗は取ってください。んで、こうやって尻尾からこう連なってるザザザザザーとトゲトゲの一本の線がありますよね。これね、ゼーゴって言いまして、アジ科のお魚には必ずと言っていいほどあるトゲですね。まあ、鱗の延長線みたいな感じなんでしょうね。これがあることによって、他の大型魚からなんか身を守ってるとか、そういう話を聞いたことがあります。これは今日お刺身で皮剥いでしまいますんで、この段階で取ってもいいし、取らなくてもいいです。取る場合は包丁で尻尾の方からスキスキスキとやれば取れますんでね。では3枚におろしていきますね。このアジの何がすごいかというと、大きさなんですよ。ここまで大きいアジでこんなに脂が乗ってるのはね、あんま見ないんですよね。ちっちゃいこのぐらいの手のひらサイズですごく脂が乗ってて超えてる個体はよくいるんですけどね、この大きさでこんだけの脂が乗ってるのは本当に初めて見た。ただ伝票もらった時ちょっと値段でびっくりしましたけどね。おお、するなーと思いましたね。基本僕目で見ていいなーと思った魚はわざわざ値段とか聞かないんですよ。なんか失礼かなと思って。セリ値がよっぽど高かったんですよ。セリ値が高いってことはもういろんな人が欲しかったってわけなんですよね。オークションみたいなもんでね、本当に有名な回らないお寿司屋さんとかが持ってくんだろうな、こういうの。そんなのが来ちゃったうちに下ろしていきますね。うわー、ねっとり、すげー、こんな味ほんとないよ。あの、島味おろしてるみたい。マアジをおろしてる時の感覚じゃねえな。ほら、もう包丁についてるこの油がもうまず物語ってますよね。よっと。うわ、すごっ！すーごっ！なにこれ？全身油じゃん。こんな味初めて見た。アジじゃねえ、見て。ほんとに油バリバリのマサバとか、あと油の入り方がほんとノドグロとか、それレベルで油乗ってますよ。多分僕これ以上のアジに今後出会うことあるんかな。あんまこういう言葉使いたくないんですけど、もう食べる前からわかる、これうまいわ。うん、絶対うまい、こんなもん。はい、3枚におろせました。まずこっち側ですね。せっかくなんでこっちもおろしてみますか。体高はこっちの方が高かったっすけど、こっちも同じぐらい脂乗ってると思いますよ。よっと。さあどうだ。うわ、こっちもすごい。え、なんならちょっと、なんだ、こっちの方が油が濃い気がするな。アジとかサバとかって、なんかこうね、こう体高だけではね、判断つきにくいんですよね。意外とね、こう、シャープな、カチッとしてる個体の方があったりするんですよね。
だ目利きがね難しいんですよ、アジとか触って。意外と、はい、こんな感じですね。うわ、どっちもうまそうだな。今日はじゃあ片身ずついきますか。こっちとこっち、これはちょっとね家族に食べさせてあげたい。さあ腹骨と中骨を取っていきます。ちなみに今日のマアジが高知県産のマアジとなっております。すごいよね、高知どんな海だよ。オールブルーは多分高知にあるね。まずは腹骨をすいていきます。よっ、できるだけキワキワを。よいしょ、綺麗ですね。内側もすいていく。でも身的にはねこっちの方が綺麗ですよね。ちょっとこっちは血が軽く回っちゃってる感じですね。まあでも全然このレベルは血が回ってるって言わないんですけどね。こっちと比べると若干赤いかなーってレベルですね。で中骨を抜いていくと。でもやっぱりね、身質はアジの身ですね。サバとかとは違う。これ今ね俺めちゃくちゃ貴重な経験しとるわ。もう一回言うけど、これ以上のマアジはないっすよ。カメラの映像越しだとこの油のこの色とかこの身のきめ細かさが若干伝わりにくいのが残念なんですけど、こんな魚が触れてること自体が本当に嬉しい。しかも今から寿司で食べれるんでしょ、最高じゃん。では腹骨も中骨も取れましたんで皮を剥いていきます。皮はこの頭の方の取っかかりから包丁のこの背中でこうやって、まあ、でもちょっと大きいんでね剥きにくいのはあるんですけど、こんな感じ。こんな感じ。お酢を入れて軽く洗っていきます。うわ、すげえ油が浮いてきた。でこれでちょっと汚れとかね、残ってる鱗とかを落としていきます。どうしてもねアジは鱗が残ったりする場合ありますんでね、綺麗に酢で洗ってあげること、これ大事ですね。で水気を切ります。そしたら一旦ネタケースにしまって冷蔵庫に入れておきます。そしたらお寿司にはお味噌汁があると最高なので、この前こちらの500万人記念で使いましたマダイのアラ、腹骨のとこですね。これ冷凍してあったんで、これでアラ汁を作っていきましょうか。まずこういう余計な血合いとこうやって油をできるだけ落とします。はい、こんな感じ。で今日は焼かずにこのままいきます。そしたら昆布をポンポンポーンと入れて軽く出汁を取ります。さあ昆布出汁が引けましたら昆布を取っていきます。でそこに鯛のアラですね。で少しお酒、味噌を落としていきます。この前タルイカの動画で使ったスちゃんがまだちょこっと中途半端に残ってますんで、今日これでいきます。どうだろう、うまいかな。わあ、ピリ辛だ。え、これちょっと辛いんですね。めちゃくちゃうまいな。チゲ鍋風になった。はい、汁物の完成。そしたら寿司酢を作っていきます。今日は赤酢は使いません、白でいきます。まずは米酢ですね。ベースの米酢を今日は2合なんで 60cc ぐらい入れます。そしたら次はお砂糖ですね。お砂糖を 30g ぐらい、大さじ2ですね。なんでで、お塩、お塩を 10g、 小さじ1。今日は2合に対してこのような分量でいきます。そしたらこちらの固めに炊いたお米2合にこちらの寿司酢を合わせていきます。いつもこの桶に入れて、これ入れて切ってたんですけど、ここで入れてある程度混ぜちゃダメなんですかね。なんかその方が効率がいいような気がして、多分これ邪道なやり方だと思うんですけど、自分たちで食べるもんだし、僕プロでもないんでこれでいきます。これの方がねしっかりこの段階で混ざる気がするんですよね。一回ね僕プライベートでこのやり方やってすごく上手にいったんで、これでいいんじゃねえかなっていう。おー、いいね。うわ、うまそうな匂いがしてきた。はい、ほら簡単にねさーっと混ざるんですよね、米一粒一粒に。めっちゃ仕事が早い。そしたらここに入れてこうやって広げて粗熱を取っていくと。料理っていうのは意外と正解がないもんなんですよ。どれどれ、めちゃくちゃうまい。はい、これで酢飯の完成。そしたらネタを切っていきましょうか。まずちょっと成形をして、ちょっとこう骨がついてる場合があったら骨をきれいに外します。で、ここですね。ここ残しがちなんで、こういうとこはきれいに取ってあげると。そ
さあ、そうしたらまずここで1個捨て柵を取って、でここでこのぐらいに切っていきます。うわーうまそう。厚みはこのぐらい。ちょっと身が柔らかいから切るのが難しいですね。でこっちが、こっち最初の方ですね。まあでも最初のやつの方が厚みはすごいな。こうやって切り身にして切ろうとすると、あ、こっちの方がね、油はあるわやっぱ。すごいもん、ほらテカテカ。よし、まあこんなもんにしときますか。さあ、では握っていきます。そしたらまずわさびをすりすり。で、最近思ったことが、鉄はもうほんと少しこのぐらいでいいなと。作るのはもう手が軽く濡れればいいんで、もうボールなみなみ作んなくてもいいや。なんか最近そんな気持ちになってきました。ほら、こんだけ濡れればいいんで。水分を飛ばしていきます。じゃ、まずアジを持ってわさびをつけて、でシャリ玉を作って、空気を入れるように置きます。で、反転させて脇を揃える、縦を揃える、反転させる、脇を揃える、縦を揃える、こんな感じ。シャリ玉を作る、わさび、脇を揃える、縦、できるだけ同じ形にしてあげると綺麗ですよね。それが難しいんですけどね。脇、縦、あ、いい感じ。こう長細いお寿司ってちょっと高級感ありますよね。こういう返し方、なんていう返し方かちょっと忘れちゃったっすけど、小手返しでしたっけ、ちょっと忘れました。ああ、いい、なんか慣れてきた。もつ、わさび、シャリ玉、シャリ玉もね、手にくっつきにくいコツが分かってきた。こう優しく空中で丸めてあげる感じ。こうの、こんな感じ。うわー、早く食べたい。そしたら煮切り醤油をこうやってもう塗っちゃいます。回らないお寿司屋さんスタイル、ネタに直接こうやって煮切り醤油を塗り塗りと。うわ、うまそう。で、ネギ、こうやってネギを乗っけていく。しかも芽ネギ、生姜とかも乗っけてもいいんですけど、この味に生姜はもったいないかなって。なんかシンプルにこうやってネギとか、あと柚子胡椒とかをちょっと乗っけたりして食べたいですね。生姜は薬味としては強すぎちゃうかも。よいしょ。うわ、うまそう。飾り付け、ほじそ。で、すだちもちょっと添えときましょうか。はい、これで最上級のお寿司の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが1尾2万円のアジで作ったアジのお寿司ですね。めちゃくちゃうまそう。ではここら辺をいただきます。うわー、うめー。ちょっともう一個いいですか。
これこれはアジによく似た新種のお魚です。これはね、新しく名前つけなが、いや初めて食べたな、この感じは。なんかアジのトロって感じですね。アジ独特のあの光物の臭みみたいなもの、そういったものはないですね。これね、お寿司屋さんで入って出されても美味しい味ですねって分かる人結構少ないと思いますね。大将これ何ですかって聞かないと分かんないと思う。光物って分かる人はおるかもしれんけど、マージってバシッと言い当てれる人は相当食通だわ。これ鼻に抜ける香りがいいな。めっちゃうまい。イワシとかアジとかの癖なところを全部取っ払った、そして綺麗な油を持たしたって感じですね。養殖物はね、油がちょっとくどいなと思ったりするんですけど、やっぱりこう天然はさすがですよね。油が綺麗、すっきりサラッとしてる。ほんでやっぱりこんだけ油のある魚は酢飯とよく合う。お寿司で正解でした。でちょっとこう汁物を飲むと、うわーうま辛だな。はい、ということで今日はこちらのマアジのお寿司ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ、ありがとうございます。今日はね、ジョッキ缶でいきます。朝日さんからたくさんジョッキ缶をいただきました。500万人記念おめでとうございますということでね、嬉しいな。いただきます。かぁ、魚って奥が深いな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は1尾2万円のマアジを使ってマアジのお刺身を作ってみましたけども、めちゃくちゃうまいマアジでしたね。もう油の乗りだけで言ったらもうあれはトップクラスですね。アジなんですけどアジじゃないみたいな感じの不思議なお魚でしたね。やっぱりアジはね、味がいいからアジという名前がついたと言われておりますからね。1尾2万円のアジ最高でした。またね、ああいう超クオリティの高い大衆魚ありましたら動画にしていきたいと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。